はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。エーカン9やっていきましょう。今回からねちょっとマイクが変わってます。音質とかも変わってるかな。若干声のボリュームがね小さくなってるかもしれないけど、まあそこは、後に調整できるんで、まあ若干テスト的な感じにはなっちゃうんですけど、はい。あ、かっこいい。北海道の闘魂なんて初じゃないかな。見たことがないな、記憶にはない。で、この後にアップされる、マイライフの動画も、まあ、新しいマイクで撮ることになるんで、まあ、ちょっと2本とも音の調子が何とも言えない感じになっちゃいそうなんだけど、どうしようかな。これで、昨日なんだっけ、弾道のやつ、アベレージヒッターか、ありがとうございます、教えていただき助かります。俺の声小さそうだな、ちょっとな。結構声のボリューム上げて喋ってるつもりではいるんだけど、はい、冬休みね。どこまで撮るかね、ちょっと待てよ。あ、どうしようかな。4かな。4でいきますか。なんとかね、成長させていかないとね。うん、赤座くんが練習をサボって部室で試験勉強。偉いね。偉くはないか。あ、占い師行きますか。久々。ごめん、8勝3敗か、いまいちですな。2017年、ハッピーニューイヤー、1月。そうだな。左打者いいね。スライダー覚えさせたいな。スライダー方向。あ、中森くんいいんでしょう。パワーもうちょっとあげるか。サブポジサード、そうだね。他とりあえず肩50まで持ってって攻撃にシフトさせよっか。藤崎は、あ、守備力マシになったっしょ。ちょっとサブポジショートだな。ドンキーアミートいいね。パーマげよう。大盛り、そうだな。ミート C 欲しいかな。ライトパワーアップで、よし、もう7し OK です。はい、おみくじ引くべ。マジで初じゃない、大吉なんて。え、何かあんのかな。なんかいいことあればいいけどね。はい、海賊王。性格で赤座、ごく普通。どうしよっかな。受け入れるか。やんちゃ、なんかパッとしねえな。5でいいか。
練習試合が入らなければ新ユース入るぐらいまで取るかい。はい、プロ野球選手となりましょう。何かいいこと起こってください。いやー、グランドレベル上げたい。おう、待てよ。っていうかあれか、どっちにしろもう一人のプロには止まれないか。とりあえず2使うか。2使ってスケジュール見直し使うかな。いや、雪が気になる。なんか素敵なアイテムないかい。ないね、ないね。お、総合戦力 B まで行ってんだ。いやー、どうしようかな。取っといてもなって感じもするしな。使うか。1来い。来た。来い。なんかいいの来い。お、田中、田中。いや、白老のプロ大したもんいないもん。余計なことしやがって。1使うか。で、なんとか看護師さん止まりますか。3、ならず者はいらないな、特に。はい、冬休み終わりですね。おめでとう、大森。あ、練習指示。ね、ちょっと取っとくか。やりたいのが、弾道を上げたい選手が何人かいるっちゃいるんだね。じゃあチューブトレーニング。あ、本屋さん泊まろう。できれば2つ泊まろう。よし、はいはい。3-1で本屋だな。いやー、夏までどうにかなるかな。1、何か素晴らしい本をください。お祭り男。2、いやー、グランドレベル下がっていく。ハイボールヒッター、いいね。5-2月、ちょっとタイミング遅れたけど。お、つくも150キロいったね。頑張れ。なんとか160キロ目指せ。変化球磨く。スライダー。まず、ちょっと待てよ。
ライトも上げときって、ドンキーまず上げるんだよ弾道で。ライトも上げておきたいんだよな。もうちょっとパワフルになる予定なんだよね。まあこの2人はもうちょっと頑張って、こんなんでいいんじゃないかな。でタイミング見て練習指示を出しましょう。はい、中江ちゃんって言ったらあれか、白老だよね。これはあれですな、練習試合入らず入学式まで行っちゃいそうなパターンではあるね。ドンキの弾道上がった、はい。ヤガミの弾道上がった、ヤマナの守備範囲、あごめん、ケンシロウも限界まで広くなったね。で練習指示出しますか。ヤマナ、そうだね、守備力、あ肩52いってんじゃん。攻撃行こうぜ、とりあえずミートだな。いや待てよ、総力って手もあるな。総力いくか、総力だな。ケンシロウ、肩、ドンキーパワー、ライトパワー、お石橋70いった。他行こう。そうだね、ミートはある程度あるし、パワー15ってのがな、別にパワー E は欲しいよな。 E は欲しい。プロになんとか止まろう。はい、2でいいんじゃないかな。バレンタインですよ、グランドレベルどんどん下がっていくわ。おトミ君彼女できたね。そう、バレンタインってのはな、絶対机の中に手入れるよね、学校行った時ね。入ってないと分かってても。リゾット社員、オーマリオ、そうだな、うちで。4。新入生まで行くか。あ、練習試合来たな。何分取った、結構取った気がしてるんだよな。そうだね、ここでやめるのも中途半端な気するし、練習試合したら長い気もするしって感じだな。3月入るまで進めて、
やめて、あ、卒業式ってやめよっか。卒業式見て今回は。うわ、やっべ、すっげえ下がっていく。どうにかせねばだな。うわ、ちょ待って、俺おみくじで大吉引いたんだけど、あんまいいことないんだけどあんまいいことないんだけど、今のところ。一回、うーん、どうしようかな、これ使おう。3月で次の動画で、練習試合して新入生迎えて終わりって感じにしよっか。新入生迎えてから練習試合の方がいいのかな。まあいいや。あ、トミ君4になったでしょ。そうだね、あとコントロールかな。最強のリリーフピッチャーにしてえな。ちょっと待って、これあとどんぐらい。もうちょいだね、3まで。特にいじるところはないかな。とりあえずデメキミート力 C だな。その後またパワーに戻そう。いい感じには伸びてきてはいるけどね。あ、ライトパワーいいっしょ。51までいった。なんとか60だな、目標は。シーゲルミートかな。補給20きついかな。補給いくか。よし、 OK。 卒業式をして、今回は終わりましょう。いやー、なんかあれだなー、ちょっと攻撃力足りねえなー。でかい数字来ねえかな。はい、卒業式。サラリーマンか。ねねちゃん占い師。いい世代ではあったね。まあ問題なくこのままいきますか。ちょっと能力だけ見よっか。みんなの風間キャプテンやっぱ上手だねキャプテンやってただけあるな、うまいな。おお、しんのすけ素晴らしい能力だ。
マサオくんって総力 B もあったの？あ、そう。そんな足速かったっけ？いやー、いい選手だな。留年しねえかな。てか実際高校野球って留年した生徒っていけるの？いけないのかな。もういけたらダメだよな。金払ってでも留年させる学校とか出てくるもんね。はい、頑張りましょう。よし、今回ここで終わろうかな。もういっか、練習試合入れとくか。あれ、そこそこより中堅のが強いよね、確かね。日高中央にしようかな。はい、問題ないよ、勝ちますよ。よし、そんじゃ、今回はここで終わろうかなと思います。明日の動画は練習試合をして新入生迎え入れるところまで撮ります。はい、ということで、今回はここで終わります。バイバイ。